二股川駅旅行センター、三津坂駅旅行センター株式会社近畿日本ツーリスト神奈川は、かつて神奈川県横浜市西区に本社を置いていた日本の旅行会社で近畿日本ツーリストグループの一社である。相鉄グループの相鉄観光株式会社として設立されたが、初代の近畿日本ツーリストへの株式譲渡を経て、社名の変更が行われている。 1967年5月、相模鉄道の旅行部門として、相鉄観光株式会社の社名で設立された。相模鉄道が、株式の100%を保有する完全子会社、であった。相鉄グループの再編に伴い、2004年12月に、初代の近畿日本ツーリストが、発行済み株式の90.0%を取得し、子会社化した。近畿日本ツーリストは、 神奈川県中央部において店舗数が少なく同地区を営業基盤とする相鉄観光を子会社化することにより神奈川県での営業力の強化を図る目的があった近畿日本ツーリストの参加となってからも社名は当初そのままであったが2010年12月の完全子会社化と同時に現在の称号へ変更された個人向け店頭販売や団体旅行のほか。 主催旅行として、日帰りバスツアーを得意としているのが特徴である。ありがとうございます。